日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？行楽の秋、リエの日本大捜査、オータムバケーションインジャパン。今週は紀伊半島。日本最大のこの半島には多種多様な魅力が満載。和歌山、三重、そして名古屋までレンタカーで一周。ジャパナビ紀伊半島アドベンチャー第2弾、和歌山、三重大発見第2章。先週は関西国際空港でレンタカーに乗車。ドライブを楽しみながら和歌山市内に到着。旅の最初の食事は名物ネギたっぷりの和歌山ラーメン。宿泊は和歌山城目の前にあるこちらのシティホテル。今週は和歌山の象徴、和歌山城からスタートです。あー気持ちいいね。土の匂い、空気の匂い、もう木々の匂い、葉っぱの匂い、あ大自然の匂い、あたの匂い。ハッション、猫アレルギー出るよ。おい、ブルブルブル。 I find something interesting。 あーレンタサイクル、いいね、気持ちいいね。わ、何やってんの？あ、出発？わーい、スーパー、どこ行く？戻ってきて。んだが、はい、戻ってきて。 C じゃないんだ。無水だめで、何やってんのこれ。無料じゃないよ。あ、そう、うん、これこれは電動のやつは500円、こちらは100円でございます。はい、分かりました、うん、無料じゃないんだ、うん、無料じゃないです。だからこうやって断りもなく家庭に乗ったらどういうこと？分からんよ。借りるじゃなくて盗むだよ。あー分かった分かった。はい、ちゃんと返して早く。ファイディ、朝からな。返す。なんだこれ。わー、かわいい吉宗くんだ。誰だこのフェイタイ。フェイタこれホフェメ。彼は和歌山市のゆるキャラ吉宗くんです。八大将軍。八大将軍、八大将軍、九洋大名。あっちま、戦わない。なんだ将軍様。そうだよ、中国ね、一度気になるのはね、はい、この格好は何？将軍様と言ったんだ。言ったね、はい、違うよ、ここ、これすごい気になるの。あれ今お話したあなた。違うよ、ね、これさ、これないでしょ、将軍様って。これないでしょ。可愛いじゃない。かわいい、足可愛い。ゴンジャイや、こういうキャラクター。わあ、やよいや。和歌山城施設内にあるのは誰でも入ることができる美しい庭園。昔からもみじ谷の名で親しまれています。庭園の前にあるのは和歌山市観光案内所。観光インフォメーションはもちろん、さらにこんな展示も。うわー、なんだ今のジムの下手な演技。どうですか、びっくりした。これはね、大好きですよ、子供の頃。パスティックのやつ。あ、かっこいいね、こういうの。これ本物ですね。うん、さあ、これは何ですか、この加工は。これは甲冑です。甲冑？甲冑じゃない、鎧兜、甲冑、戦国武将の衣装でございます。この衣装の名前は何ですか？甲冑と言ったんだ。あ、そう、甲冑か。はい、いやー、これ兜でしょ。兜で撃とう。撃とう、どうしようもやったでしょ。パッ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 。はい、シータゴします。ダメ、これはディスプレイで大事なものだから、そんなことはできません。へー、でも今日はジャパナビスペシャルパーミッションで。パーミッション、あなたに特別に着させてあげるよ。多謝你啊，九尾狐公主，咁我就唔客气啦。嘿，啊，好嘢，有人目视啦。哦，どうですか、気持ちは今の。この気持ちはなんか卒業みたいな感じ。卒業なんでだ。なんで卒業なの。これは何ですか。これは足を守るものです。足を守るもの。これをつけていれば、こういうことやっても大丈夫ですか。違う違う、前前、ここはここここ。ああ、ごめんなさいね、こっちは守られています、こっちは。もう将軍様にもこういう弱点があるんだ。ここは危ない。そうだよ、将軍様の弱点は女だよ。女、一応後ろにね、刺されたんだよ。おいおいおい、これは何ですか。これはこの膝のあたりを守るものですね。あ、膝のあたりを守るもの。でもこれもやっぱりここがちょっと弱点がありますね。なんかかっこいい弱点。なんかちょっとイギリス人みたい。あ、イギリスのスカートみたい。かっこいい。でもちょっとここ見える。
困ったね、それ弱点だね。そ, 弱点だ、そこも弱点だよ。危ない危ない、ちょっとナイフ溶けて。わー、本物、本番来た。かっこいい。なんか結構頑丈。これやっぱりデコレーションなのかな、こういう、こういう風になってる。デコレーションじゃないよ、ちゃんとね、重要な部分守ってるよ。あ、そうなの。この腰部分でしょ。腰部分、これ腎臓とかね、胃袋とかね、全部この辺にあるから守らないと。あ、そうか。そうだよ。これはなんだ、腕かな。そう、腕だよ。あ、まあ今まだここ弱点だ、ここ弱点、まだ何もつけてない。うるさいんだよ、これ。はい、あ、お、あ、補修された鉄砲。今まだここじゃ勝てない。もう顔を見た。それも俺強くて、これが。もう顔。あ、今ね、ラストサムライの気分になってるんですよ。おー、かっこいい。ラストサムライ。ラストサムライ。重たそう。ね、昔、戦国武将は本当にこれを着て戦っていたんですか？そうですね。最下衆の甲冑はこういう形ですね。あ、そろそろ。あ、そろそろ国旗込むか。そろそろ。あの胸が。ではこの甲冑が重たいので、ここからぐっと上げて少し軽くします。あ、じゃあ今国旗も戻ってきた。少し。あ、よかった。そういうことも考える。やっぱ重たいんだ。どうですか、僕背が高いですか。ちょうどいいでしょ。今ね、今10センチぐらい高くなってるよ。なんか初めて気分だよ。だいたい僕一番ね、大体僕いつもね、いつもね、女の子のね、下にいるから今日はちょっと高いなと思って。あ、嬉しいな、うん、そうだよ、大満足。あ、今日は本当にジャパネットスペシャルターミッション、特別許可どうもありがとうございました。これはもう皆さんご自由に試着できますので。いくらですか。いや、無料です。無罪賃が。僕ね、一つ物足りないんだ。はい、何が。おいいんですか、外出ちゃっても。もう目の届く範囲であれば大丈夫です。そしたらじゃあ外に出て、はい、お城をバックに鎧かぶとで写真撮るとかもできる。はい、できます。あ、それはもうすごいいい経験ですね。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。今の気分はどうですか。ポテ、はい、ちょっと踊りたくなる。お、見て。うわっ、うわっ、わあ、ゲロ。あ、いやいやいや、将軍様、ちょっとすごい、これずれるとすごい間抜けな感じになりますので気をつけてください。はい、すぐに姉さん、はい、もう出発。どこへ。これでいいよ。香港に帰って友達と将棋やる。将棋リンガーよ。将軍、ハハー、もう OK、 もう OK、 もう OK、 もう OK だ。あ、オーケー。はい、わあ、大丈夫。シーシー、ねねねね、おっ、あっさり。ねえ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 、いってー、いってー、いってー、ちょっと回れ。続いては和歌山城から車で約20分、シーサイドにある観光地和歌山マリーナシティに到着です。わー、リアさん、かわいい。これ動画知ってますか。フィレンゼでございます。フィレンゼ、和歌山ってすごいね、うん、和歌山城から車で20分走っただけでフィレンゼついちゃった。でも日本だね。日本だね。これね、ヨーロッパのテーマにしたテーマパークでございます。あー、楽しみ。早く行こう。早く行こうですけれども、はい、実はね、時間が足りなくてね、はい、ここ黒潮の市場、はい、とこのヨーロッパの場所はね、一つしか行かないんですよ。え、どっちか選ばなきゃいけないの。空想しようかな。あ、でもヨーロッパしようかな。ヨーロッパ、空想しようかな。あ、お腹も空いた。あ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ。あ、腹減ったから、はい、市場行こうか。あ、市場行こう。じゃあフィレンツェはいたんだって。また次回、また和歌山来て。あ、市場、ヨーロッパ、バイバイ。一緒に行こう。でも市場楽しみ。それではお店が所狭しと並んでいる市場内へ。和歌山産の新鮮な海の幸や加工品、名産品などがぎっしり、毎日大にぎわいのスポットです。音楽鳴ったら踊らないと。調子乗ってるな。なんだここ。ね、後でここね、ここでなんかあるよ、後で。マグロ解体ショーだ。そうだよ。見ないと。何時？何時とかあんの？時間決まってんの？そう。あと30分。30分。だからこの30分ね、ちゃんと買い物行って。はい、じゃあ買い物買いましょう。そう。忙しいね。
もっとゆっくり見たいのに。観光で来られる人はいいね。わあ、マグロのお寿司。わあ、いいね。わあ、美味しそう。ピンゴやベイビー。あー、でも安いね。2000円と1500円。あー、いいな。見てるだけ悲しい。あー、こっちもっと安い。中トロ鉄火巻き1000円。わあ、やっぱり本場だから。岡山はマグロの本場だよ。あ、ここすごいよ。うん、すいません。あ、天ぷら。本当だ。新鮮な海鮮の天ぷら。わ、美味しそうね。イカの天ぷら、イカの唐揚げ。これなんだろう。すみません。これは何ですか？こちらエビのすり身ですね。エビのすり身。一本ください。あ、はい、これ買うんだ。ありがとうございます。はい、美味しい。うん。サクサク、うまい。サクサク。うん。エビ、エビ超新鮮。だって隣海だもん。うん、始まる。そうだよ。うん、早く行かないと。そろそろ時間。うん、なんか時間過ぎてる気がする。ざわーざわー。マグロ、マグロ職人。大変なご無沙汰しました。だからね、マグロの解体ショーで始めたいと思いますね。はい、それで今からマグロの方でちょっと渡していきますよ。よいしょ。うわー。これで重さ35キロ。これで、キハダマグロと言います。これで丸々1本これお刺身なんかにしますので、これで大体、150人前ぐらい、これ1本でね、お刺身なんかね、これ取れますね。さて、まず最初に落としていくんで、尻尾の部分からこれ切っていきます。これで、ね、マグロの液体を舐めて、見てもらえると思いますね。なんか14みたい。本当だ。はい、これで切れました。わ、たっぷり。はい、もう最初からね、こんなくり抜いたね、これ切った断面、くり抜いたね、これ切った断面、これあるんですけど、これなんですけどね、これ水揚げされた時にセルにかけられまして、マグロのね、大体値段、これ相場っていうのがね、これね、クリルだね、これ切った断面見てね、これ決まりますね。この木型のバラの1個でね、大体これで15万円ぐらいになりますね。いきましょう。やっぱ重要だよ。侍だ。はい、これで、ね、切れました。よいしょ。買いたい、買いたい、買いたい、マグロ。はい、またね、今ここで食べれるんだよ。食べたいの、うん、お刺身にしてくれたり、丼にしてくれたりするって。食べれないんですけど、無料じゃないよ。無罪地じゃないよ。食べてもらうとね、これ美味しい。買うんだ。こんな感じでね、これで試食でね、出していきますね。この機会ね、ぜひね。試食で出すって言ったよ、今。うん、でもなんか試食であの部分出すって言った。試食行きましょう。試食行かないと。これでマグロの解体ショーの方は終了となります。あ、終わっちゃう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあね、ブロックの方で販売していきます。はい、どうぞ。試食、試食、試食行かないと。試食。はい、どうぞ。マグロ、マグロ、試食行かないと。中落ち、中落ち。なくなる、なくなるよ。わー。もう、見て、あっという間にくれていくよ。完売。マグロで乾杯。試食でか。弾力、弾力、何ちゅうかの弾力、甘い、あ、もうなくなっちゃった。え、この魚ね、爽やか、初めてこの爽やかな魚、うん、全然臭みないね。大トロとも違うし、中トロとも違うし、赤身とも違うし、今度食べたいね、またあるかな、うん、市場で楽しめるのは買い物だけではありません。こちらのシーサイドバーベキューも大人気です。バーベキュー、姉さん、はい、足見て、超気持ちいい。広いぞ。うわー、美味しい。冷たくて美味しい。あ、これがもうバケーションっていう感じ。早く焼かないと時間かかりますが、はい、あとこれ何や、焼くの、マグロ。焼かないよ、お刺身だよ。これ食べるんだ。これ解体ショーのマグロ。そうですよ、さっきの買いました。じゃあ、あなたはそっち開けて、僕はこれ焼くわ。お寿司も食べる。ホタテの上にバターが乗せて、あとで香ばしいよ。わー、やっほー。わー、わー、大トロ。何じゃこの色。わー、中トロ、大トロ。わー、美味しそう。そしてまたおい、うー、贅沢。わー、野菜も美味しそうね。ここいいね。もうこうやってもう海鮮のバーベキューも贅沢だし、うん、もう今さばいたばかりのお刺身も食べられたりとか。その新鮮さ見たことないぞ。うん、これあれだよ、ホテルに買って帰ってもいいよね。そうだよね、うん、車もあるしね。車もあるし、うん、いいね。だからドライブ旅行ってさ、自分が行きたいところにちょっと寄って、うん、
長い時間いてもいいし、ちょっとこれだけ買って帰ってもいいし、荷物あってもいいしね、あいいよね、駐車場もすぐ隣あるしね、そうだよ、いやもうこれはもうゆっくり遊ぼうよ、そうゆっくり遊んで、うん、これ見てるだけでも半日かかるよね違うよ、はあ、3日くらいかかります、3日、太るよ、じゃあもっと野菜食べようか君、野菜、野菜食べれば太らないの、太ってください、太ってください、私はいいんだ、そうだ、うん、私はいっぱい食べよう、せらせら、そうそう、あなたはいいね、はい、来週はどうしてもここに泊まりたければお布団出してもらって泊まってもいいよ、こういう感じですか、泊まりたいの、あ、どんな感じ、これがドラえもん、こういう体験はなかなかできない貴重な体験だと思います、日本の普通のお家に泊まることができる素晴らしい体験、あ、出てきた、克服できない、ジャパナビ紀伊半島アドベンチャー第2弾、和歌山三重大発見、来週もお見逃しなく、どう